こんにちは、ガミくんです。今回はデクの SS1 パン集やっていこうと思います。で、その前にそのデクの SS の仕様について少しだけ話してからやっていきます。コメント欄で教えていただきました、ありがとうございます。で、今来てるのが19の僕で、普通に弱点殴って2200万ぐらいのダメージでワンパンできます。で、デクの SS の仕様ってそのどこでもいいから殴れば弱点の倍率を拾うって思ってる人もいると思うんですよ。なので次これ本体の方を殴ります。で、まあ普通に考えたら弱点のさっきと同じくらいの、まあシングルキラーかダブルキラーかでもちょっと違うんですけど、まあそれくらいのダメージ出ると思うじゃないですか。全然出ないんですよね。で、これ何が起こってるかっていうと、本体と弱点でその全然直殴り倍率が違うんですよ。多分弱点は普通で本体は 0. 何倍とかそんなになってる。だからそのどこでもいいから弱点の倍率を拾うけど、殴った箇所の直殴り倍率も合わせてなんですよ。だからまあ高難易度とかでもワンパンができてるんですけど、なので今これ弱点じゃないところ、弱点が来るけど弱点にはなってないところを殴るとちゃんとダメージ出る。それは直殴り倍率が普通 で弱点の判定を拾ってるから。まあ火力がさっきと違うのは、これ今一つのキラーしか乗ってないからですね。なので、まあ、デクの SS 使えるところ、デクがちゃんと使えるところでこんなめんどくさい仕様になってるところはないんですけど、まあちょっと気をつけておいた方がいいかなと。おっと、僕の領域に近づくとやけどしちゃうぜ。大丈夫だよ、必ず助ける。敗者は猿のみ、ごきげんよ。地が導くは戦の勝利、私の戦略に隙などない。物と甘く見た。姫と姉子のため、ここは本気を出させてもらうよ。大丈夫だよ、必ず助ける。聖なる混乱は俺が守らねば。イエーイ、サンちゃんに送って待ち受けにしてもらうわ。なんだか疲れちゃった。長い冬が始まるかも。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。貴様にも破滅は必ず。神はここにも存在せり。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。死者を誘うは喜びの島。この世界にある魂の痕跡、全て尽くしてやろう。
助ける。スマッシュ。黄金の都、見果てぬ夢のその先に。寝落ちしちゃったらごめんね。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。私を倒すか。新世界はお前のものだ。勝負だよ、必ず助ける。スマッシュ。ありがとう、これでやっと解放される。魔法をかけるよ。とっても綺麗ね。私がいなくてもあなたの魂はもう自由ですわ。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。ナムさん、俺の帰りを待ってる女が何だろうな。勝負だよ、必ず助ける。スマッシュ。お前の愛だ。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。お前の愛が勝負だよ、必ず助ける。スマッシュ。我が悲しみを癒すのはあなたか。我が極上のスペシャリテ、イタリアンの。大丈夫だよ、必ず助ける。勇ましき者よ、汝が戦い。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。勇ましき者よ、汝が戦い、見事なり。スマッシュ。大丈夫だよ、必ず助ける。それが汝が信ずる道か。我はこ。大丈夫だ、必ず助ける。スマッシュ。勝負だよ、必ず助ける。スマッシュ。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。強いやつに会えてよかった。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。かん
和国を照らす神の声、とっておきの神格をお聞きなさい。大丈夫だよ、必ず助ける。涅槃への道が閉ざされていく。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。救いを求める力がこれほどに強いとは。大丈夫だよ、必ず助ける。大丈夫だよ、必ず助ける。スマッシュ。敗者は去るのみ。ごきげんよう。